皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ナオトです。ドラクエの日37周年おめでとうございますということで、新装備ラミアスの剣ですね、こちらのまず優勝ガチャを回していきたいと思います。優勝ジェム1000個で10連星5装備1枠確定。これ出したいね、これで出したいです。とりあえずこれで出したいです。さあ来てください。何この弱い演出は。1個だし、これやる気あんのこの町。これこの弱い演出はないでしょう。優勝なんだからさ、イライラしたくないしね。頼むよラミアスの剣、ラミアスの剣、ラミアスの剣。そうだ、 SP 出るんだよ。やられた。次は、優勝ジェム2000個でね、10連星5装備1枠確定。いきましょう。ここでピックアップ欲しいね。とりあえず武器ラミアスカットイン。うわ、1個でカットインなし。いやー、これね、 SP なしにしてほしいよね。さすがに、さすがに SP なしにしてほしい。何のために優勝ジェムを使うのかっていうところ、さすがにね、もう1年目じゃないんだからさ。さあラミアスの次そうだ、そっちも入ってたんだよ。ラミア持ってないけどね。それそっち入ってんで忘れてた。チケットでね、200万で、20連やっていきたいと思います。ここで出てほしいね。ラミアスピックアップ出てないんで、まだラミアスカットイン。いや、渋い設定にしてんだこれ。間違いなく渋い設定にしてるこれ。さあ20連目、超渋い設定にしてね。これカットイン来ねえんだもん。だってうーわ、やりやがってる。マジ運営やりやがってるよこれ。かなり渋い接点してる、ひどすぎ。それでは50連目いきたいと思います。さあそろそろラミアス武器そろそろ来て、あ、これは来たんじゃない。カットイン、おっしよしよし、ここで武器を当てる、ここで武器を当てる。で、無動線、1日に無動線で使う。ここで武器当てるぞ。ここで武器当てる。さあ、ピックアップなのは間違いないから。さあ、ここで武器を当てる。頭かよ。まあ、ピックアップは来たけどさ、違う。ここじゃないんだよ。60連目ジェムでいきましょう。さあ来いラミアス、さあ来い。これも熱いよ、カットイン。おっしよしよし、ここで武器当てよう。もうここで武器当てよう。さあここで武器当てよう。来やがった、かぶりきやがったよ。